い、こんにちは、山ちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。山チャンネルでは下関の情報やお魚の情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、実は綺麗なのれんがありますけども、どちらでしょうか。それでは行ってみよう。レッツミー。はい、こちらですね、山下醤油さんということで、明治5年創業のお醤油屋さんですね。すごいですね、歴史のあるお醤油屋さんに今日はお邪魔をさせていただきます。村尾さん、こんにちは。あ、こんにちは。いただきます。今日はご協力ありがとうございます。ありがとうございます。山下醤油さん、はい、初めてこうじっくり触らせてもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、会社にお邪魔させてもらってますけど、はいはい、山下醤油さんって創業を、明治5年創業になります。明治5年、はい、今年で151年。150周年、はい、すごい。古いですね。そうですね。ずっと醤油なんですか。はい、ずっと醤油です。でもあれですよね、フグポン酢とかも作ってらっしゃる。そうですね、醤油に関してはですね、特に、まあ、下関、まあ、広島あたりもですね、はい、まあ、いろんな、まあ、フグの箱屋さんとございますので、はい、他向けのポン酢であったりとか、はい、お土産物屋さんの中で展開する際に、フグっていう名前についた方が下関のお土産ということで売れるということで、そういった商品もしっかり。そうなんですね。山下醤油さん、本当に僕しっかり、ね、何回かでお邪魔させてもらったことありますけど、はい、しっかり見させてもらったことないので、よかったら、ね、見学とか大丈夫ですよ。元の醤油、もろみっていうのを作る、これなんか下関市のなんか文化財かなんかの、これ絶対な文化財、あ、これ上がすごい屋根じゃん、この上見える。あ、昔の写真は多分ほぼ今と変わってないっていう。本当や、今と変わってないじゃないですか。もう入り口です。それはここから入られたと思うんですよ。すげえ、私からやってるんですね、醤油ね。と大豆と小麦で作るんですけど、大豆を蒸して小麦をして、それをこの中に全部入れてしまって、これ麹菌っていうのを作る。はい、あちらの機械で大豆を蒸して、小麦を入れる。はあ。茹でたものを、さあ、この中に入れてしまって。はあ。でかっ。これ1.5トンぐらい。1.5トン。大豆の小麦です。おお、これが全部大豆、これが小麦で、これ全部大豆。1個でどれぐらいの量なんですか。1トン。1トン2トン3 4 5 6、10トンぐらいありますね。これを1ヶ月で、でこれを12回繰り返していく。まあ量としてはとんでもない状態に。そうですね、一応私の会社もスーパーさんとかああいうところにも出すんで、こちらはどっちかというと量販品って言いますか、うん、そういったもので仕込んで、あそこで麹菌をつけたものをこの上に持っていくんですね。ちょっとね、あそこの入り口のところが足元で、そこからそこにプールみたいになったのが、だいたい8つぐらいございます。わ、すごい。あ、なんか山下醤油さんっていろいろ子供たちのメッセージもある。すごい、すごいね。これが僕に言う、はい、あのもろみっていう、はいはいはい、でここにも攪拌っていう、上と下じゃ空気の当たる度合いが当然変わってきますんで、うん、これを大体1日か2日に1回ずつこう天地入れ替えていくんですね。はい、こういった棒で、すごい。これでどれぐらい入るんですか、これで。1タンで大体3600リッター。3600リッターってめちゃくちゃ多いんだろうけど。めちゃくちゃ多いです。はー、すごい。ここでどれぐらい寝かせるんですか。1年半ですね、大体1年半。はい、そこまでしないと醤油にならないんですよ。1年半もかかるんですね。さっき見た木桶系の、まあ、仕込みの醤油っていうのは、これは全部山口県産の大豆と山口県産の小麦、あと、さぬき、まあ、香川の塩っていうので、うん、もうこの身だけで仕上げていくんです、うん、国産の場合は丸大豆、うん、なかなかやっぱりないですよね、今ないし、発酵にものすごい時間がかかるので、どうしても1年半かかってしっかりとこう仕上げていくっていう形です。すごい長い仕込みですね。いい匂いしますね。そうですね、ちょうど、まあ、時期が冬とか春っていうのはやっぱり気温が低いので発酵が進まないんで、まあ、香りもそんな立たないんですけど、今から5月から夏場になってかなりこうお醤油の発酵した香りがしっかりと漂っています。味噌みたい。そうです、もう半分味噌みたいですね。
ここからまあ黒石をこうかけて、まあいい感じで、で、あと自重で落とす、ぎゅーってここからこれを絞るんですか。そうです、こっちでまず自重で落として、で、切ったら今度は上から厚くかけて。へー、すごい。村山さん、ありがとうございました。あー、どうもどうもいかがでしたか。なんで笑ってたんですかね、この展開で。いや、素晴らしかったですね。あー、ありがとうございますね。はい、もう150年の歴史というのをしっかりと、ね、身に染みて、はい、分かっていただけると思います。まあ、そういや、そうですかね。いや、そこの方なんかでも、はい、外からはやっぱり見られることがあっても、はい、中を見るということはなかなかですね、できないと思います。いや、本当ですね。ぜひで、こういう、ね、体験じゃないですけど、はい、見学するのもすごい楽しいなと思いますので、はい、ぜひまたお邪魔させてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。はい、ということで今日は山川城さんにお邪魔させていただきました。ありがとうございました。また伺ってくださいね。バイバイ。